这不就是闹鬼宅急的那个鬼屋吗？接下来就是要跳。その分、出口も多いはず。这图好大。
れは魔性のオーラ。力の代償はそんなに安いものじゃありませんわ。復讐のための力を得る代わりに、あなたたち十字旅団を全滅させると決めましたの。それからあなた、肉体が死ぬのはそんなに大したことでもありません。一番辛いのは心が死ぬこと。私はあなたに心の死を味わっていただきたいのです。そうするためには、一番深いところから絶望を感じていただかないと。面白いでしょ。無駄口が多いわね、レティア。お前が何を企んでいようと、ここでお前を倒せばそれで終わり。覚悟しろ。その程度の準備もしていないと思います。今ここで私を撃てば、地下室は丸ごと吹っ飛びます。私が死んだら爆弾が自動で爆発するように設定しておきましたから。信じられないのなら、私を撃ってみれば分かることです。あなたたちは私を信頼しましたよね。これっぽっちで面白いだなんて、私がもっと面白いゲームを用意いたしました。聞いてください。復讐に目がくらんだ人たちにとって最高のゲームになるでしょうから。爆弾の次元装置を切ってみましょうか。こいつ。さあ、あなたたちは選択をしなければなりません。目の前の甘い復讐か、遠くにある大義の復讐か。この地下室にはあなたたちが探している魔人団についての情報がたくさんあります。多くの人々を苦しませた骨血の魔人団、奴らを根絶やしにしたいですよね。でもその情報を探していたら、私を逃してしまうかもしれません。もしかすると永遠に見つけられないかも。だからといって、私なんかを追ってこの情報を手放すのはあまりにももったいないですよね。あなたたちもあんなに探し
人も入手できるでしょうが、それはあなたたちの実力次第です。面白いゲームになりそうですね。どうです、始めましょうか。本能に従って。体が動かないならレティアより手がかりが気になってるってことだよ。こっちは奴を追う。旅団を罠にはめた罰を受けてもらう。We'll be right back.